ン死ぬの場合はあまりにもバカさん、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ、本当のことを言ったらお利口になれない、本当のことを言ったらあまりにも悲しい。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ、一人ぼっちの世界に残された言葉が、一人ぼっちの世界にいつまでもささやく。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ、フランシーヌの場合は私にもわかるわ、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ。